ゾデアックは2007年のアメリカ合衆国のスリラー映画。監督はデビッド・フィンジャー。主演はジェイク・ジレンホール。パラマウント映画及びワーナー・ブラザース共同制作。日本では PG-12 指定。アメリカ合衆国で実際に起きた連続殺人事件を追う男たちを描いている。実際の事件に基づいていることもあって、サスペンスよりも 人間ドラマに重点が置かれている。原作は、ロバート・グレイ・スミスによる、ノンフィクション小説、ゾディアック及び、ゾディアック・アンマスクドである。第60回カンヌ国際映画再コンペティション、部門正式出品作品。カリフォルニア州バレー法で、若いアベックが拳銃で殺害される事件が発生。1ヶ月後、報道機関に、ゾディアックと名乗る犯人から暗号付きの手紙が、 送りつけられた。警察は必死に犯人を追うが、ゾディアックはその後も殺人を重ねる。日本語吹き替え版は劇場公開版 DVD のみの収録カリフォルニア州サンフランシスコで1960年代後半に実際に起きた連続殺人事件を題材にしている。この映画のタイトルは本件殺人犯が地元新聞社。 サンフランシスコクロニクルや警察に送りつけた犯行声明文に書いたゾディアックという名前に由来する。ナオホン事件は2021年現在に至っても解決していない。ロッテントマトズによれば批評家の一致した見解は腹綿がちぎれるような不安なシーンを次々と見せてくる静かな会話主導のスリラー。デビッド・フィンチャーはまた殺人の残酷さを詳細に 描写するよりも登場人物のニュアンスを描くとともに70年代のムードを再現することに多くの時間を費やしている。であり、253件の評論のうち高評価は89%に当たる225件で平均点は10点満点中7.63点となっている。メトクリティックによれば40件の評論のうち高評価は35件、賛否混在は5件、 低評価はなく、平均点は100点満点中78点となっている。日本では、ワーナーブラザースホームエンターテインメントより、ブルーレイ、DVD が発売。ありがとうございます。